はい、ということで皆さんこんばんは、右京の大部正元でございます。生放送の準備が全然できませんでした。全然間に合わなくてね。そう、どうも皆さんこんばんは。久々のノブヤボをね、そうやろうということで、まあ実はずっとやりたいなぁと思いながら、まあ他に優先すべきことがあったからずっとやってなかっただけでね。そう、まあ、せっかく武将追加とか散々やったのに一回も遊んでないから、まあ遊びたいなぁと思ってたんですけど、全然ね、全然間に合わなかったという感じでね。はい、んでもってね、そう、ちょっと仕事が忙しすぎて、そう、ちょっとこの今年えぐいですね、ちょっとね。ちょっと今年はえぐいね。そう、去年はそこまでじゃなかったんですけど、今年は本当に忙しくて、そう、まあ、あんまり仕事が何かとかいうのはあれかなと思ってるんですけど、そう、割り返しそのなんちゅうんですか、あの法律の改正とかに左右される仕事なんで。あ、オープニングムービー流れないで、ちょっとそれ流しちゃダメから。そうそう、あ、ちょっと今年度えぐいわ本当。あの法律改正しすぎ、今年マジで。本当にもう政治家どもは言うだけ言って期限だけ切って、下のやる人間のやることの量を考えてないなと本当に思いますけれども、まあ多分どこもね似たようなもんだと思いますが、てなところで今回はね、そう、ずっと準備してたこのね武将登録を散々したわけですよ。こうやってなんか爆心も増やしたし、で畠山家もめちゃくちゃ増やしたんですよ。そうで、でもね全然遊んでなかったんで、で一回は足利でやったんですよ。そう、足利でやったんですけど、ちょっとそれ以外の部署で全くやってなかったんで、ちょっと畠山をやってみようじゃないかということで、ちょっと早速ポンポンやっていきたいと思います、今回は。で今回は本当にあのプレイがメインなんで、武将追加とか特にすっ飛ばしていくわけでございますけどね。この配信だとおなじみの名前ばかり。そうですね、本当にそうで、最近だとあの瀬名さんがよくね、あれ瀬名さんですかね、ちょっと僕瀬名さんって呼んでるけど、瀬名さんがよく信也坊実況をねやって、あの東国を足利の力でボコボコにしている。ね、怖いですね東国の蛮族っていうのは、本当に関八州にね根付いているね、土着の武士っていうのは怖いですね本当ね。そんな足利ボコボコ動画が流行ってるというか、まあやってるみたいですけれども、こっちはこっちでちょっと機内でねやりましょうかっていうことで、そうそう、なんか気づいたら北条とかいろんなことをボコボコにしてるから、すごいなと思いながらね、まあ、僕もあんまり全部見れてるわけじゃないですけどね。はい、で、まあ、この畠山でやっていこうじゃないかということですよ。でいっぱい足したんです、多分。まあ畠山家とか畠山種長を知ってる人ですらほとんどいないのに、畠山種長以外の武将もたくさん追加しているので、逐一こいつ誰だよみたいなやつが出てくるんですけど、まあ元々の武将が少なすぎるでしょっていうのがねあるので、はい、ちょっといつぞやにね追加した人たちを使っていこうじゃないかと。はい、随所で使っていきますよ。この画面をちょっとキャプチャーしとこうかな。ちょっと音が途切れちゃいますけど。そう、僕もね、どの武将にどんなその力をつけたか、力をつけたかっていうか、どういうその能力を
つけたかを時たま忘れそうになるので、ちょっとキャップ解けましたけど、やっていきましょう。ちなみに私はゲーム上手くないんで、チュートリアルありでやります。そうでもまああんま人の名前出すのもあれですけど、すごいあのノブヤブ実況してる方とかでも、まあ、やっぱ弱小の武将でやるときって結構あれですよね、なんか何回もやり直したりしてるっていうのもこれ全然知らなくて、みんな一発クリアでやってるのかと思ったらそんなことないんですね。割りかしやり直したりするんですよね、みんなね。だからこれ何度でも蘇るっていうのは、まあ三好に多分ボコボコにされるんで、まあ何回ボコボコにされてもキーから復活するよっていう意味でこういうタイトルつけました。あ、すごい、湯沢信則ですね。もうこの時代には絶対いないはずの絶対いないはずのってことはないんだけど、この年齢であるのはまずありえないですね。はい、そう、この湯沢信則がねえ、その一体いつ湯沢信則になったのかは知りませんけれども、そうそう、まあ、いわゆる正藤くんですね。まあ大体畠山種永はキーにいながらですね、西国の雨ごと通過の中で上洛戦を仕掛けるぐらいエスパー能力に長けているのでもう良いです。主の考えは分かった、詰まるところ。そらほらもう理解度がすごいから、この人は。情勢の理解度がすごいから、この人は。ね、いつキーの輩を全員連れて上洛すれば幕府がビビるかっていうことをよく分かってる人なんでね。まずは国力を高めるべく言うてね。はい。あ、戦国史研究変えましたっていう人がいますね。ありがとうございます。そう、この人ね、そういつから湯沢信徳になったのかがよく分からなくて、まあうちのリスナーさんの中からひょっとしたらその論文を出す人が出てくるかもしれないんですけど、そう、おそらくは湯沢正藤という謎の人物、一体どっから出てきたかよく分かんない人がその信徳の幼名ではないかという説がね、ふわっと浮上してて、そうで、これ前回も言ったかどうか忘れたんですけど、実際にね、太いっていう字に藤って書いて、僕は正藤と呼んでるんですか、まあ、太藤なのか正藤なのか知りませんが、正藤丸っていう幼名というか、名前を名乗っている武士がいるんですよね。そう、それが、畑野元秀だったはず。そう、畑野元秀が確か、正藤丸っていう名前を名乗ってたはずなんですよ。そう、それを見た時に、おやと思ったんですよ、確かに。そう、同じじゃんと思って。そう、僕はてっきりこの正藤という名前は意味名だと思ってたんで、そういう変な意味名だなと思ってたんですけど、そう、その畑の元秀の、こう、幼名を見た時に、おやと思ったんですよね。ああ、そうか、これ幼名なのかと思って。もう早速その喋りすぎですね。まあちょっとある程度やってるからもうポンポンいきますけど、ちょっと話の密度がね濃すぎるんですよね。そう、よくないのは分かってるんですけど、湯沢正藤の話は誰が興味あるんだって話ですよ。信やぼの実況見に来る人で、あ、小地鏡さんもどうもどうも。なんだっけ、最初にやることはチュートリアルを利用してめちゃくちゃコストのかかる施設を作ると。ああ、その前に軍に配備しないといけないのか。なんか領主量最大にするみたいなボタン追加された。ああ出た出た、これこれこれ、便利ボタン。まあいいか。信則くんはマイナス5歳です。すごいな、マイナス5歳ですよ。ベンジャミン・バトンもびっくり。まあ治療、まあ治療、この段階で治療してもあんま意味ないんだよな。
とりあえずチュートリアルがあるんで浄化施設を建てますと。でチュートリアルでは一番金のかかるややこしい浄化施設をタダで建てさせてもらえるという超ラッキータイムなんで、これを利用して使いますと。あれ、なんか今キャッコしちゃった俺、気のせい、いっか。で、あ、作ってるわ、ちゃんと。喋りながらやるの難しいの本当に。で問題はこの軍の配備なんですけど、そう、いや、そうなんですよ。ノフヤボを酒の魚に歴史の話をする枠なんですよ、これは。そう、ガチガチの実況を求めてる人はあんまりあれなのかもしれないけど、そう、時代的にはそう、ユザ長ノリで話しろよって話なんですよね。あ、そうなんですよ。でね、三好が攻めてくるんですよ、ここ。ややこしい。そう、あの、今の勢力図見て分かる通り、この三好がね、四国にまだ必息してるんで、あの、いわゆる堺久保時代の三好と一緒の状態ね、機内で嫌なことがあるとすぐ阿波に帰るでおなじみの機内でうまくいかないとそっぽ向いて阿波に帰るでおなじみの三好時代の状態になってるんで、まあ1543年という時代感だと、まあもう小清水城には入ってんのかな、うん、確かね、なんですけど、まあちょっと阿波に必息してしまっているので、まあ兵力はごっついんですよ。兵力ごっついので攻められるとやばいんですけど、ただいわゆる近くにいる大勢力みたいにボーンとその兵力を投入できないんですよ。なぜならば海路を通ってくるしかないから。で岸和田の2000何歩か、本来松浦守ですけどね、ここは。その勝手に泉守護家の領地を奪ってんじゃねえよって話なんですけど、この時代三好が岸和田城に入ってるのはもう1ミリもありえないんですけれども、絶対にありえない世界線なんですけど、身内同士で城を奪ってることになるから本当にこんなことしたらもう春本激横ですよ。まあそれは置いといて、そう、まあ岸和田が本拠になってて、まあ何千かいるんですけど、まあ逆に言うと兵力2250だから、その攻めてくるとき、まあ2000ぐらいの兵しか出せないんですよ。でうちはね、もう由緒正しき細川慶長家次期当主細川氏綱がいますから、まあ、彼を援軍に使わせれば高谷城で絶対守りきれるんですよ、三好の兵は。よっぽどヘマをしない限りね。で断続的にやってくる三好の軍をどれだけ防げるかがポイントなんですよ。そう、ただ三好の兵は絶対ここしか通れないから、そのゆっくりやってくるんですよね。一気に兵力を投入できないんですよ。まあ、ややこしいのはこの石山御坊とか最下衆とかが全部味方につけられたらやばいですけど、まあそんな難易度高くないからえぐいことにならんと信じてるんですけどね。そうってなると、ここなんですよ、ここがね絶対取られるんですよね。ここの軍が絶対取られるんですよ。丹下森友がいるわ。そう丹下森友がいるじゃん。丹下森友、優秀な部下がいますね。まだこの時は兵森友かな。まあブツブツ喋りましたけど、そう、ここにね砦を立てといて意味があるのかはちょっとわからないですが、まあ、気休め程度に砦立てとこうかなっていうね。まあせっかくチュートリアルで1個無駄にできるし、まあ試し、ものは試しでね。でまあ他は、まあどうせ戦うんで本拠の開発はしときたいんですけど、でも本拠が多分戦場になると思う、おそらく。そう、史実通り筒井を分からせるしかない。そう、まあ片野とかの奥の軍の方はまあまあまあそれなりに抑えれるんじゃないかな。そこ、あ、しまった、大市があるところで農村開発しちゃった今。まあいっか、そんな大差出ないか。そこのね、上位集落をとっとと高屋建てていきたいんですよ。の大農村あるから農村建てていきたいね。河内、大市を建てたいですね。とはいえ最初のうちは、なんて言うんですか、
任せられることが少ないからね。この畠山種長の顔面がこんなに並ぶことがまあないと思いますけれども、信やぶをいっぱいやってる人でもこの畠山種長がこんなにたくさん勢ぞろいしている絵を見ることがあんまりないかもしれないね。最下集いつからいたんでしょうね。ネゴロジ、まあネゴロジの勢力自体は結構出てくるんですけど、いわゆるあの傭兵的な最下集のイメージっていうのはだいぶ後になってからだと思いますけどね。で、あ、そうだ、畠山種長ファンには非常に申し訳ない、全国5人の畠山種長ファンには申し訳ないんですけど、この畠山プレイにおいて一番大事なことをやっておかないといけないのは隠居です。なぜならば種長がもうすぐ死ぬからもうすぐ死んじゃうので、家督を交代しとかないと忠誠がボコボコに下がるんですよこれ。マジでこれ最初やった時にいきなり忠誠度がゴリゴリ下がって一瞬で崩れ去ったのをよく覚えていますね。なのでもう早速っていうか、もうまさくに激横ですけれども、畠山政国を無視して高政に継がせますけれどもね、そら出奔するわそれはもう江口合戦を待つまでもなく畠山政国が出奔するでしょうというね、はい、まあ畠山高政へと家督を交代させていきます。まあでもまあね、そう、政国の子供ですから高政は、はい、能登畠山の晴俊はちょっとこの世界線にはいない人ですね。ちょっと残念ながらね、はい、この高政に当主の座を明け渡すとは正気でござるか正気ですいや冗談にて叔父上のご期待は裏切りませぬぞと。すごいね、ちゃんと叔父上って書いてるのはすごいですね。すごいすごい、いやこれすごいね。いや何気にちゃんと家系図をしっかり理解しておられるじゃないですか。そう、畠山高政はあの甥っ子にあたるんですよ、種長のね。そう、種長の弟が政国で、政国の子供が高政ですね。はい、これをやっとけばとりあえず内部から崩壊することはありませんそうだから結局最初新宮城であの適当に稚魚を張ってたのはここで新宮城空になるからなんですね。で誰を当主にするかなんですけど、城主にするかなんですけど、まあ種長置いときゃいいんじゃないのかなと思うんですよね正直。新宮城はあんまり戦の拠点にはならないので、種長を置いといて、まあね、もうキーは種長の第二の故郷みたいなとこありますからそう、ここがね、ユザナガノリに与えられちゃってるんですよね。どうしよっかな、誰か配置しとくか、ここ。誰がいいかな。でも武勇に優れた安田友宗はね、置いときたいんですよね。あー、特性がそんなか。いや違うな、特性じゃなくってなんだっけ、あれ戦闘時の能力、あーこれ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 罵声か、罵声か、どうなんでしょうな。実際種長が甥っ子を後継者にしてたらその後の混乱はなかったち、確かに確かにそれはそうかもしれませんね。でもそうなると政国の立場がないですよね。まあ攪乱もまあまあ強いんですよね。混乱と攪乱はまあまあ強い。走り森秀ね。そう、このモブ感が
溢れる走り森秀くんですよ。走りなんて名字を戦国時代に聞いたことがある人の方が少ないでしょうけれど、そう、走り森秀はでも畠山家の陪審の地位ながらわりかし重要ポジションにいる謎の有能くんなんで、そう、知略が高めなんですよね。まあ新宮城に走り森秀を入れてちょっとここは交渉の場みたいにしとくのもありかも。最近生まれ年分かったんですか、走り森秀って。あ、そうなんですね。それが驚きだ。そうなんですね。あ、今ミスった。これミスったな、まあいいか、中止されちゃったな。全然見てなかった。そうなるんだ。それバグじゃねこれ。そうな。そうか、当初超えたりしてそうなんのか。でも1回分のやつは残ってる。逆に言うと。あ、残ってるかな。残ってねえじゃねえか、この野郎。マジでこれクソバグじゃないですか。マジか。そんなことなるのか。最悪じゃん。チュートリアル1個無駄にしたわ、今。うわ、その仕様初めて知ったわ。あ、そうなのか。当初交代しちゃったら、建設中止されてチュートリアルの1回無料が使えなくなっちゃうんだ。うわ、知らなかった。それは俺何回かやってたのにそれを出くわしたことなかったな。やらかしちゃった。まあいいか。リセットしてもええやで。米問屋結構大事だからだ。リセットしてもいいかもしんないね、正直。めちゃくちゃ痛いかもしんないこれ。いやー、しやらかしたな。そうですよね。始まった瞬間に隠居するケースを考えてないわ、そりゃ。そりゃそうだわ。そりゃそうですわ。そりゃそうだわな。始まった瞬間隠居する想定してないよね。そりゃそうですわ。代替わり特性。いやー、そうか。これは考えてなかったな、まったく。そうか、だから正気ですかって聞かれてたんか。ちょっとだけ時間進めとけばよかった、マジで。そうか、だから軍開発もやり直しってこと。わ、これ痛いな。やり直しましょうか、これ。ちょっとさすがに、このミスり方はこれ初めてやったわ。ちょっと一回ちょっとやり直させてくれ。ちょっとその仕様を全く知らなかった俺。そんな仕様になるんだね。ごめんなさい、ちょっとこれは信也をやってない不足が出てしまいました。まあまあ一緒一緒、何度でも蘇るからいいのいいの。そうか、うわ、このパターンは初めてだったわ。そう、しょうもない理由で一回切腹させてしまったわ。そう、早速タイトル回収させていただきました。はいはい、もうポンポンやりましょう、ポンポン。でさっきやったことは、ここに砦を建設するのと、あとは適当に、あ、適当じゃない、ここをちゃんと見て、あ、これどっちもあるのか、じゃあいっか。はい、ここは大市、あんま南の方は開発しても見ないんだよな。若江大の祖河内一と、ここは何からの読み方がわからない。あ、ここは何もないのか。OKOKOK。で、浄化施設を立てといてと。あー、フリーメール取り上げてない分はまた次回のオープニングとかで取り上げる予定なので。そうか、ここで種長にやらさなきゃいいんだけどね。
あ、佐原か。佐原郡ね。よしよしよし、これでチュートリアル分の浄化施設は建て終わったから隠居です。種長の仕事はそれだけです。んでから稚魚の任命ですね。はい、そう、高屋城が居城ですからね。そうか、高屋の城ってそうでしたっけね。古墳の上に建ててるみたいなやつでしたね。ありがたいの。うーん、でも OK。 うーん、集落が多いところに置いとくか。マシュルームの武器を配置して、んでもって大官に任命させるか。そう、農村がねできれば、あー、ここにあれがいるのか。三方院万歳さん、三方院万歳じゃないわ、なんだっけ、三方院は三方院なんだよ、三方院海瓶、三方院海瓶がここにいるんですよ。そう、三方院海瓶だけはグラフィックですぐ分かるっていうね。三方院海瓶なんか誰が知ってるんだよ、ほんと。当たり前のように名前出しやがって。ほんとにでも結構優秀なんですよね、昴生さんの傭兵にって。まあ自分で作ったんですけど。ありがとうございます。で、うちのエース、そう、木沢長政旧臣高山博頼、そう、うちのエースは彼なんです。なぜならば混乱持ちだから。で、地味にね、畠山政国も混乱持ちというね、優秀っぷりなんですよ。そうなんです。高山博頼をできたら、あ、佐原でもいいんですけどね。でも農村が多いところに配置してた方がなんか軍隊の数が多くなるよみたいなのを聞いたんで、そうしときますという感じで。感謝いたす。で、湯沢信則と湯川直光でしょ。まあ、信則を配置しときます。いや、ちょっと待ってよ。あー、微妙なとこだな、これな。なあ、湯沢信則にしとこう。そうなんですよ。湯川直光があんま強くないんですよね、デコだとね。ちょっと悲しみなんですが。林道三十とかよりかは有名人でしょ。林道三十も同じような人でしたよね。キーで、あの、畠山忠長のなんか配下で動いてる僧侶でしたよね。そうか、御座先生今日あれですよね、足利義教の、あの、可決の乱の解説をしていらっしゃいましたね。とりあえず最初は兵力を溜め込みたいんですよね。いやー、神前をするかどうかが毎回迷うんだよな。神前をしてもね、結局すごく時間がかかるんですよ、外交の力が弱いから。そう、12ヶ月とかかかるのよね、同盟組むのに。林道三十は列島の戦国史でも出てくるから有名人。まあ本拠の開発進めるか。
まあまあとりあえずでかい施設があるところは強めていきたいという所存。まあこの辺は結構適当なんですけどね、もはや。そう、畑も一瞬低いんですよね。ああ、当主交代したら維新下がるのか。まあでも交代しなくても死んだら終わりなんだ。ちょっともうどっちみち感がすごい。どっちみち終わりしかないんですよね、残念ながら。表情集な、まあ政策任命できるようになってからでいいんかな。これのタイミングもいつもよくわかんないんだよね。貢ぎ物送るのどうやるんだっけ。調略か、違うな、なんだっけ、いつも忘れるんだよな。交渉だっけ、交渉か、何の話か。え、違う、ああ交渉か。将軍家以外の遠方の勢力には貢ぎ物ができませんって言われてる。ってことは近いところだと逆に行けるってこと、これ。ああ馬が合わないって言われてるね。北畠別に北畠と敵対するようなことあったか。いや、その毎度思うんですけど、あの紀伊の畠山家って東側にすぐこの北畠、あの国司北畠氏がいるわけですけど、こことのなんか関係性ってあんまり記憶にないんですけど、あるんですかね。まあでもあれか、紀伊と言っても仕事所があるのは結構西の方だから、東の方はあんまり畠山の勢力が及んでないのかな。でもそういうことなんかな。要件を申されよ。あ、鈴木家は貢ぎ物できるんだ。あ、これ新機能でしたよね、確かね。直談するやつ。うわー、これでも厳しいよね、これね。ここで金銭渡して100は無理だからね。冷やかされたのは残念だが、何か事情があるんだろう。よくお分かりで。察しのいい、察しのいい再回収でしたね。確かに一体何をもらえるのだろうか、ワクワクって可愛いですよね。最下衆の荒くれ者たちがなんか貢ぎ物を期待してるの可愛いですね。畠山と堀内や熊野、北畠と堀内や熊野が絡むことはあっても直接の関係はあんま見ない。ああ、やっぱそうなんですね。いや、そうなんですよ。そう、高国、そう、細川高国のね、あの演者っていうのはありますけどね、伊勢北畠氏はね。そう、まだ買えるほどの金がねえんだよな、これがな。全然お金がないから、ちょっとね、継ぎ物をするにはちょっと厳しいかなと思いながら。ああ、この辺ちょっと試しとけばよかったな。これぐらいでどんくらいあの交渉値が上がるのかっていうのは、やっとけばよかったんですけれども。まあ最初からそんなにね、動かないと思ってるんですよ、この難易度だったら。三好ぐらいですよ、喧嘩っ早いのは。
ああ、え島。フィーの東側は島。ああ。なるほどね。確かにここに回路がちゃんとあるわ。えらいもんで。あ。もうやばそうな雰囲気が。まあね、種永がもうちょっと長く生きてればそれはそれでっていうような感じもあったけどね、なんとも言えないですよね、そこだけはね。ああそうですね、そう、高国は北畠氏にわざわざ自分が亡くなるときに自生の句を送ってますからね。そう、犬王物をもう一度っていうね、あの素晴らしい犬王物をもう一度っつってね、よほど思い出に残ってたんでしょうね。この位置は建設終わってる。あとはこの位置を援助するか。甲状腺の準備してる。いや確かに回路がね、そう遅いですよね。やっぱ回路が遅いけど、でも回路を早く動ける能力って本当に回路でしか役に立たないからさ、それもそれで微妙だなと思ったりするんですよね。おお、これはもう江口合戦の道筋が今開かれようとしております。細川天球家との交渉。天球家からの援軍要請というか、まあね、畠山種永がこの天球家をけしかけてるみたいなところもあるというね。これ本当に史実通りなんですよ。いやそうなんですよね、三好がやっぱ寝返ってくれないとそうなんともならないですからね。そう、肝心の湯沢長典との縁談がねうまくいってくれないと。香川雪影だって。香川雪影がこんなところにいるんですか。マジですか。かわいそうに。さぬき追い出されてんじゃん。申し上げたし。少し難しいだって。そう、まあ、ここをね、高屋を頑張ってあんま開発してもね、結果奪われるみたいなとこあるから、あんまりいまいちっちゃいまいちなんですけどね。そう、農村でかいところにやっぱ入谷市とか作りたいよね。てかあれか、浄化施設とかそろそろ建てる。いや、軍の回数が先か。まあ後ろの方を順に飛ませていくか。
そうか、ここは農村開発中。あー、なんかいろいろ頑張ってくれてんのか。うーんって感じやん。名馬だって、ヨシテルに送ったら大喜びじゃないですか。ヨシテルに名馬送ったらすごい会員もらえるとかいう裏ルートないんですかね。足利ヨシテルは自分で馬屋に行って馬の手入れをするほど馬が好きだったという話ですからね。商業か兵力の施設を建てましょう、建てましょうか。そろそろちょっと今労力がゼロになってしまいましたが、いや、そう、本当に香川幸景がなんで機内にいるんだよって話ですよ。そう、そごう和正がむしろ、あー、え、なんか知らないそごうがいるな。そごう正治って誰だ、あんまり知らないそごうさんがいたな。ああ、そういうことか。カズマさんの養父扱い。カズマさんの養父って実際わかるんですかね。なんか、そごうカズマさん以前のそごう氏のことって、あんまり。なんか、通史的なところはね、武将列伝でも触れられてましたけど。来た。そうそう、これこれ。これが来るんですよ、結局ね。市場拡張がね、やっぱ不明ですよね。そう、わからないんですよ結局。思いつきましたぞ。ああ、思いついていただきました。ああ、安田知宗さんじゃないですか。安田知宗はね、ちょっとまだこの時代はいないかな。ちょっと僕この人がいつ出てくるかわかんないですけど、まあ後々信長の配下に入る人ですね、この人ね。思いつきましたぞ。こういう時に側近が役立つんですよね。心得申す。公式の創作部署ってこと？そうかもしれない。そう、まあ、そごう和正って実際讃岐では全く活躍の形跡がないのでね。あ、多分元服済み。そうか、安田知宗はこの時点では元服済みなのか。そしたら入り合い地を立てて兵力を増強していきましょう。あ、なんか兵糧庫を建ててるな。あ、労力2いるんでした、忘れてました。そうなんですよね、確かに機内編と四国編両方にね登場しますからね、武将列伝ね。あ、そうですね、そう、佐久間に縁がある人ですね。安田知宗は後々佐久間信盛に仕えるんですけど、そう、佐久間信盛は結局信長に、まあ、折檻されてどっか行っちゃうんですけど、その時に一緒に移って、で柴田勝家と一緒に挙兵するんですよね。来たぜ、河内の底力が、労力まだ足りませんけど。
いやー、つついを味方につけときたいんですけどね、本当はね。確かに佐久間信盛が追放されなかったら安田氏はその後残ったのかもしれないってことですよね。そう考えると面白い。千の総益が不遇をかごって、この人不遇をかごすとかいう概念あるんですか。茶の湯の人ですけど、不遇をかごすとかいうことあるんですか、この人。あ、すごい人脈だな、こいつ。安田智宗はなかなか優秀ですね。びっくりしたわ。組頭ですよ。組頭千の総益ですけれども。ねえ、そう。すごいな。先方混乱なんだ。めちゃくちゃ優秀じゃないですか、この人。すご。セーブめちゃくちゃ高いし。ごっついな。使えるとするか。これは建設業者がやってきましたよ。すごいすごい。野心の塊ですね。まあそろそろ伸びてきてるから、ああそうか、地球工程できないのか。あれだな、政策を出さないと地球工程できないわ。やってる暇あるんか。制度改新やってる暇あるんか。地位を変えれるようになるのって制度改正改新の2だっけ。ちょっと記憶が怪しくなってきたな。そう、謎に統率が高いっていうね。そう、千の総益を家臣にできる時点ってすごいですけどね。あー、2か。で、城主は3ね。なるほど。なるほど、なるほど。それを目指していった方がいいのかな。どうなんだろうね。代官を解任してもいいかな。側近に戻してもいい。いや、でも単純にあれか、普通に使えばいいのか。ここで使えばいいんだ。短っ、67日すごすごくない。あ、なんで俺二段通称。考え水路か米問屋かを立てときたいですけどね。ここで使えばまあ単純にいいわけか。やりきってみせまする。ああ、レベル3まで行くなら、ああ維新が足りない。なるほどね。あ、忘れてた、そうだ、カゴを渡さないと出奔するのか、この人。そうか、そういうタイプのやつか。なるほどね。うんうん。ありがたいの。六。まあとはいえ家宝がないんですよね、今のところ。そろばんぐらいで喜んでくれるんですかね。そろばんで誰が喜ぶんでしょうか。商人だからいい。
そう、茶道具、茶道具は買えない。荒木高麗ってこれ荒木村重が持ってた茶道具ってことなのかな。じゃあこの時代はまだあれなんですけどね。7 気休め感謝いたすぞ。荒木コマっていうの、ちょっと私茶道具には詳しくない。やることが増えてきたな、だんだん。あ、そうだ、安見宗久も茶器収集してるんでしたっけ。そっかそっか、そう、安見宗久も結構ね、いろんなこう複合的な要素がありますよね。そうですね、ちょっと金貯めて茶道具買うとこまで行くか。あー、種長がお、朝廷より使者が来てますよ。誰かな。便宜を図りましょう。山科時継ですかね。でも山科時継は朝廷からの使者なんかはやらないか。でもよく朝廷には参内してる公家だと思いますけどね、山科時継はね。どんくらいで官位官職もらえるんでしょうね。ちょっと終わりの神ぐらい欲しいな。3000たまると広橋が来る武家転送が九段の広橋が来ますか。足利義輝に改元を伝え損ねたらおなじみの。だいぶ力がついてきましたね。市場拡張すっか。あ、ちょうどいいところに。でも掌握はそんな変わらないのか。心得ましてござる。ここって大市もできるよね。三歳地建てたいんだけどな、できたらな。後々大市ができるし、てか市が多いし普通に。あ、こう頑張ってくれてるやつね。頑張ってくれてると。あ、労力が足りなかった。いつも労力を見失う。確かにね、そう、各大名多分、朝廷のね、窓口役みたいなのがいるんでしょうからね。あ、そうですね。畠山、ごめんなさい。終わりの神説明して。もういいでしょ、終わりの神説明は。そうそう。川ちゃん、畠山系は、まあ、畠山種長とかの系統は終わりの神の関東を名乗っていたので、畠山美秀家とね呼ばれておりましたというお話ですね。あ、飛鳥池とか縁深いんだ。それは知らなかった。あ、お金が足りないわ。兵糧あるから売ってもいいんだけどな。今のレートがわからん。
いいのか悪いのかよくわからんのこの額。ちゃうこっちだわ。評論の売却のだと。これいつも見間違うんだよな、この氷。なんかどっちも、どっちも一緒の米だから毎回間違うわ。いや、そう、左衛門の中身まで上がりたいね。畠山家で最高の官位官職って何なんだ、左衛門の神かな、やっぱ。いや、そうなんですよね。いや、なんかこんな感じで武家官位変えたらいいのになって本当に思うわ。そんな簡単に変えないわと。あ、六角と足利がうんぬん言ってるね。あ、秋前に売ると一番儲かる。いや、そうですね、飛鳥駅は本当に蹴鞠を通じて全国の大名に我々流の蹴鞠はこれですっつってね、蹴鞠の指南書なんかを作って、蹴鞠認定書みたいなの作ってね、配り歩いてますから。なんかいろいろ来とるな。あー、そっか、官位に権威紐付けてるから難しい。なんか難しいんだろうね。よいしょっと。確かに、なんかそんな、なんかあれな気がするな。美味しいレートではないように見えますね。あー、官位官職があっても式部の卿とかになる、なんかいまいちですよね。式部の卿とかは多分武士があんま名乗らない関東ですからね。そう、武家関東で好まれる関東とそうじゃない関東っていうのがありますからね。家宝なんか、あー、まあいいか。家宝を違うわ、売る方、買う方か。じゃあどう、4500。ああ、1500。3000やったら買える。なるほど。ギリギリ足りないという。やっぱ高位の武家関東だとやっぱりね、左衛門の神とかですね、またはあの諸大夫系ね、そう、首里の大夫とか。あ、長いことのご活躍でございました。本当に畠山種長は迎えが来てしもうたか。叔父上の中金決して忘れませぬぞと、ちゃんと親方様って言ってましたけど。悲しみの石高が非常に上がってまいりました。楽しくなってまいりましたよ。できることが増えてきましたが、さて新宮城に誰を置くかなんですが、どうしようかな。でも伊佐長典もすぐなくなっちゃう。まあまあ、まだまだ時間あるか。丹下守友も結構ね、能力が優秀なんですよね。そうか、丹下守方も確かにな、この時期に亡くなって、そう、そろそろ兵森友から丹下森友へ
ああ、だったら政務とかが高い方がいいのかな。知略政務が高い。ちょっと上代として丹下森友入れるか。まあ、かく乱、まあいいか。いいか、いいか。え、外交能力ってあれですよね。知略と政務だっけ？知略だけだっけ？なんかどっちかでバフかかるんですよね、確か。いやー、政務か。まあどっちみち一緒ですね。ありがたき幸せ。あ、そうですね。そう、ユザナガノリみたいに、そう、暗殺されてても、まあ、寿命のね、関係で終わりがやってきますね。政務が全体的に低いというね、難しいところですけれども。いやー、でも、言う、竹山正国軍はね、話したくないんだよなというのがあるんだな。考えもんだな。ああ、政務が70あると浄化施設内政で商人町立てられまくる。ああ、なるほどね。ギリ届かない。68 届きません。残念ながら届きません。そうか、領収量も限界だと。政国の混乱を手放すのはきついかな。いや、ここ迷うんですよね、非常に。湯川直光、早掛けか。まあ、早掛けはそんないらないな。あ、領内問題中。待つか。ちょっと。失礼いたしました。軍開発はどこまで行ったかなと。やっぱ、信長をやりながらさ、実況してる人って、つくづくすごいなと思うんですよね。この考えなきゃいけないゲームしながらさ、喋るのってめちゃくちゃ難しいですよね。もうついつい黙っちゃうんですよね。あと知略じゃない、労力2でしょう。まあ、本拠の開発に使うか、ちょっと。運でもってからに。チャウは2いるのか。いや、もったいないことしたな。まあ、いっか。考えくってることじゃなくて、そうか。私の多分実況スタイルがおかしいんですよね。その、やってることを喋るんじゃなくて、その歴史人物のエピソードを喋りながらゲームしようとするから。そりゃ無理よな。脳みそ2ついるもんだって。そう、だから私がやりたいのはゲーム散歩みたいなことであって、その、そう、だからなんだったらもう人がプレイしてるのを見ながら喋りたいぐらいなんだよね。正直。もう自分でプレイするってなるとさ、もう追いつかないんですよね。昭和、ちょっと待って。
おお、バカンスがやってこう早いのか。まあいっか。あー、また労力減ってしまいましたわ。いや本当ですよ。あ、走りに森秀だ。走りに森秀がカットインしてきました。総国高を達成しました。やったぜ。走り君が走ってきましたよ。お、朝廷よりなんか走り森秀がすごい過労ポジションみたいな感じですごい喋ってくるんですけど、どうもどうも。昨今は物騒ゆえ、そうでしょうね。1545年なんかもう京都周辺で戦い起こりまくってますからね。そりゃそうでしょうよ。そうだわ。だから45年なんてぴったり種長が亡くなってる年とぴったりですもんね。でも翌年にはあの細川氏綱の乱が起こりますから、もう都の情勢が危うくなってきてる、まさにそんな時ですからね。あ、音楽投与が出てる。これはもういつでもやりましょう。バンバン内政するぜ。あ、お金足りません。お金が足りません。ちょっと来年を待ちましょう。来年を。位置を立てながら来年を待ちましょう。来年を。マジ金がなさすぎる。急激に金がない。もう兵糧、兵糧売るか。兵糧がめちゃくちゃあるんだ。兵糧売るか。いや、音楽投与ほんと有能ですよね。もうマジで音楽投与で誰が来るかガチャをやってる瞬間が信山の新生一番楽しいまであるもん。音楽投与でおもろいやつがやってくるのを見るのが楽しいみたいなとこあるよね。ほんとそれはそう。あ、ここは立ててると。そう、なんか三好がおとなしいぞ今回。攻めちゃおっかな、最下城。調子乗って調子乗って攻めちゃおっかな、最下城。いや、ほんと人手が足りないんだよな。兵糧は結構十分にあるからな。いやーでもね、できたらね、この筒井、もうすぐ出奔しそうな筒井純章さんにお手伝いをいただきたいところではあるんですけど。お、いい時に、お、いい時に。ああ、もう賢いね、賢いね。湯沢信則ねえ、何歳ですか。まだ1歳とかじゃないですか。湯沢信則はまだ1歳とかじゃないですかね。すごいですよ。用地に集中して陽動を仕掛けましょうっつってましたよ、赤ん坊が。すごいですね。湯沢信則の年齢を語るそのねえ、なかなかないですけど。そうですね、まだ湯沢正富士。これは有能な湯沢正富士ですよ。あ、ちゃんと見れるんだここで。あ、官位与えられてる。十五位の城だ。すっ、え、十五位の城、河内の神、結構すごいぞ。ちゃんと河内の神与えられてる。え、いつの間にそんな偉くなったの、湯沢の振り。マジで。千の総域、領地も官位も官職もない。家宝三、そろばん。そろばんだけを大事に抱えた千の総域。あまりにも面白すぎますね、これ。あ、もう、
あまりにも面白い。領地も官位も官職もないのに、そろばんだけが書いて。まあまあ、史実通りっちゃ史実通りなのかもしれない。そうっすね、商人だから。ああ、面白。面白いね、面白いね。いや、中世がね、真っ赤なんですよ、7なんで。まあ、この難易度だとそんなに出奔しないけどね。ただの上には興味がありません、言うてね。任されました。お願いします。そう、そろそろ茶道具買ってあげたいんですけどね。茶道具買う暇があったら出奔間近の筒井順将に交渉する道具を買わないといけないんですけどね。頂上です。素晴らしい。今年は凶作、つらいつらい。凶作の時ってなんか米売れるみたいなないんですかね。あるんかな。うわ、ごっつ、え、こんなことになるの。え、あ、でもこっちはそうでもないのか。買う方が高くなるだけやんか。売る方はそんな変わってないもんね。え、買う方が高くなっても売る方は変わらないのか。あ、でも変わってる変わってる変わってるわ。凶作だから良くなってる、レートが。でもなんかあんま変わってないように見えるんだけど。あれ、なんか一緒ぐらいじゃね。なんか一緒ぐらいに見えるんだけど。相場凶作なんだけどな。あんま変わってないように見えるな。こんなもんなのか。湯佐信則、こんなに有能で官位があるとなれば、そのうち家中の乱れの原因になりそうだから、今のうちに積んでおきましょう。やばいやばい。なんとも言えんな。意外となんか高くでは買ってくれない感じがあるな。だから購入のレートはめちゃくちゃ上がってんのに、売却のレートが全然変わってないのか。困っちゃうね。名柱石。いや、わかる。陽動成功したからね、出兵したいんですよ、本当は。でもね、筒井が怖いよな。背中の筒井が非常に怖い。これが怖いんだわな。ちなみに今どんな感じ？あー、やっぱまあまあかかるね。ってなると、やっぱできたら貢ぎ物をあげたいんですよ。三好が来ても、いやー、耐えれるんかな。三好もでも結構力つけてるよね。もう4000でしょ。6000、あー、9000か。あ、そうか、筒井ってつながってないのか、これ。これはなんか本当にって思うけどね。そういうことか。ちょっとこの辺ぐらい奪いに行くか、ちょっとずつ。周辺奪いに行って、
そうですよね。ここ道ないのマジでえって思うよね。俺毎回やってて思うわ。ここ道ないの本当忘れるね。そうか、来れないんだな。五男町まだいる、この時代に。五男町はもう殲滅したと思ったんですが。なるほどね。戦に持ってけたらいいんですけどね。敵対してる状況で、いやそうなんだよ、倒せるのは倒せるんだけどな。やってみるか。もうダメだったらやり直そう。そう、ダメだったらダメだった時です。で準備しといて、いや準備しなくていいか、逆に攻略目標に一応設定しといた方がいいのかな。動員数増えるんですよね、確かね。そう、ただ、あ、これ自動セーブなんで、ある程度は、蘇りますよ。まあ、いっか。一応あれだけしとこう。設定だけしときゃいいや。そうそう、もうバンバンやっていこう、バンバン。よし、やっちゃえ畠山。そう、思い出せ種長校の意向を。種長がキーから北上して河内まで蹂躙していったあの頃を思い出せ。お前ならやれる。でこれの鎮圧の様子を見て、もう途中でできたら出兵したいんだよな。あ、光力清永、この人結構よく出てくるんですけど。優秀ですよねこの方ね。どこの人かあんま知らないですけど、徳川家臣なんだ。駿府時代から家康に従う古参の将、多くの激戦に参加したが敵に対しても寛大、仏光力。どうする家康には全く登場しませんでしたか。もう家康は本当にあれですよね、もういろんな家臣団の情報が残ってるからずるいよね、多い人が。いいでしょう。これより集金に励みます。あ、今川でいろいろあったから追い出されてるんかもしれないですね。16歳、16歳でしたね、今ね。脳裏ってなんだっけ。ああ、街道武神。ああ、健康はあれか、上司になった時だけね。優れてるね、武勇と統率すご。ありがたき幸せ。いやそうなんですよ、そう、結局記録に残らないだけできっと畠山家にもたくさんのね武将とか配下がいて、まあ、それこそ問わず物語見てたらよくわかるんですよね。全然今まで知らなかったなんか武将たちがね、そう、実はエピソード持ちの武将が知らないところでいっぱいいたりするんですよね。浄化施設建てながら出兵ってできるんだっけ？できないんだっけ？
やりきってみせまする。まあいいや、どうせソロ版抱えた線の総壁にやらせるから。ああ、畠山高政の配下はよく分からない名前が多い。あのユザサコでした、ユザモリって言いますよね、ユザモリ、なんか栄えるっていう字一文字でユザモリっていう人いましたよね確か。あの人は秋高の家臣でしたっけ。じゃあ立てながら戦争しましょう。そう、佐賀源氏みたいな一文字姓の人がいるんですよ。まあ、松良もそうですけどね。でも鎮圧中に生かした方がいいんだよね多分。いやー、どうなんだろう、よくわかんないなその辺が。全ての軍の軍備完了まで43日いるからな。あ、ユザサコは、あ、影右左衛門の城。あ、キリの守護大家の流れ。あ、じゃあ河内の神のユザの系統とはまた別っていう。なんかユザもいろいろいすぎて、なんか整理してほしいなってずっと。どういうあれだよと思うけど。どういう要望だよって思うけどね。あ、そう、ユザサコとユザトモっていう、そうそういますよね。あ、音が途切れちゃった。煙黙々の軍は今すぐ軍隊を送り込むと一瞬で取れます。あ、じゃあここに鎮圧に来る前にスッて行けば取れるってことか。じゃあ別に続きの軍が来る云々観音は一旦考えなくてもいいと。なんだって、なんか今やられたな。足利家から焼き打ちされてるんですけど。やべえ、バレた。細川氏綱を擁立しようとしているのがバレました。史実通り、史実通りです。氏綱を慶長家当主にしようとしているのが足利にバレてしまいました。そりゃ春元も激おこですわ。そりゃそうやわな、こんだけ同盟組んでたらそりゃ疑われますわ。そりゃそうですわ。もう全くもって史実通りの動きが今起こりましたよ。本当に、申し訳ございません。え、逆に吉原と手を結ぶという道が今開けたかもしれません。ね、もう散々もう春元には愛想尽かしてるでしょ。そう。ね、自分の意味のあの一文字を与えといてからにってね。そう。いやー、焦る焦る本当に。戦して勝てるんかな。大将を出陣させればこれ強制的に戦できますよね確か。強制的に戦できますよねって物騒すぎるよな。強制的に戦できますよねって怖すぎるんだよな。ここで大事なのが混乱を持っている部隊をなるべく分けたいということですね。はい。で、そう、優秀、あ、ここまで育ててきた甲斐があります。そう、高山博頼が超優秀なんです。さすがは木沢の旧臣。いやー、いいですね。超優秀ですよ。だこいつを残しておきたいんですよね。こいつを残して、あ、でも、小守病より少ねえ。兵糧が足りてないのか。あ、これを減らすとやっぱ増えていくんだね。あ、そうか、4000もいるのか。強いな。だって鈴木の軍なんぼだった。3800でしょう。敵を打ち払います。なんかそんな出さなくてもいけるんじゃないか。
まあ物は試しで。第2陣出せるんかな兵糧。きついか。兵糧がやっぱ足りないのか。なるほどね。まあここだけ取って帰ってきてもいいかもしんないな。あ、やっぱそうですよね。そう、ここだけ取って帰ってくるでもいいかなと一瞬思った。うん。戦までしなくてもいいかもしんない。策の仕掛けどころぞ。そう、兵糧が意外と足りないんだよな。そう、焼き打ちされたのになかったね。いやー、よしある。策しか。くそ。川地で好き勝手させんというわけか。やりますね、なかなか。心得ます。いやー、さすがヨシハルでしたね。ちょっと、いや、兵糧減りすぎでしょマジで。よろしいですか。そう、まあこれでここの制圧が一旦ゼロに戻ったから、それだけでもでかいですよね。破壊できるって本当に少し難しいって言われてる。まあ押してみることに意味があるからね。押したらなんかカットイン入ってくるかもしれないからまたそろばん抱えた線の装備が出てくるかもしれない来た来た来た、来ましたよ。アシリモリヒデ朝廷からの使者が来てこんなに喜んでるのか、そもそもおかしいのかな俺缶いかんともらえることにすごい喜びを覚えてるからな申し上げたし、いいじゃないですか。流言できる、忠誠現象、これ城を攻めるときにね役立ったりするんですね。これはね、ちょっとまだ先の話ですけど。あ、次官職もらえる。これって軍の情報とか見れるんだっけ。見れるんか。そう、あのここのゲージが1回敵に制圧されると3分の0に戻るんですよ確か。そう、1回でも敵に制圧されるとね、何回三好にやられたことか本当もう三好が攻めてくるたびにこの農村と位置の制圧が0に戻るんですよ。そうで、これが0になるってことはイコール兵力が減少するってことなんですよ。そう、それが厄介でね。だから1軍でも取っとくと有利になるんですよね、これがね。いや、最下衆と吉原がつながってるのだるいな。それはだるいですね。いや、軍備を整えていっている状態ですが、どうなるか。そうですよね。そう、新宮からも傷つきしつつ、ちょっとずつ兵力を減らしていって、城だけの状態にして、ボコすというね。そう。シャトルラン方式でね倒していきたいんですが、おおって言ってる前にまた労力が復活しましたね。まあ考え水路立てていくのでいいのかな。まあ米問屋1個立ってるしな。考え水路をわりかし立て得かなと思ってるんですけど、やりきってみせます。まあ、金がどんどんなくなるけど、これ言われると、ね、いやでも実際キツツキ戦法多い、多いというか、なんかキツツキ戦法はそれこそあの細川晴元があの若さに落ち延びた後、あの義輝をもう一回こっちに引き戻そうとするときなんかもうまさにキツツキ戦法でね。
やったぜ。引き抜きできるんかな。申し上げたし。あー、五分だって。まあまあ、いけたらラッキー。ちょっと兵糧たまるまで待たないといけないのしんどいなこれ。やったぜ。よろしいですか。ずいぶん増えたけどね。5800。あ、焼き打ち。考えがあります。あ、難しいってさ。少し難しいお役目ってほとんど成功しないイメージがあるんだよな。あ、戦争準備解除した方がいいのか。あ、確かに内戦やらなくなるのか。そう、これ考えること多いわこれ本当に。よいしょ。申し上げたく。難しいですね。腰病老が圧倒的に足りない。そう、なんか五分はいける気するんですよね。そう、五分はいける気するんだけど、それ以外はなんか大体ダメなイメージがあるな。こっちにも承認町とか立てていく。そろそろ、いや、もう総益千の総益だ、この速さね。これ立てる速さがすごいんだわ本当に。スイスイ進むね。三方院海兵も活躍してますよ。いや、楽しみだな。次の官職早くもらいたいな。官職もらいたいなっていう。終わりの神くれないかな。終わりの神よろしいですか。ああ、もう一押しが足りぬ様子。出た、交渉だ。まさか一度は断った俺のために貴殿自らが来られたのでござるかだってさ。いや、畠山終わりの神家の当主が直々にやってきてるんですよ。てめえもう頭下げろって話ですよこんなもん。価格の差を考えてください。価格の差を。城の安堵だってさ。侍大将として同様。はあ、なるほどね。これで117プラスされてんの。1年以内か。1年以内か。これ逆に1年以内にそれを守らなかったら出奔されるっていう話か。確かに終わりの神家まだ無為無冠なんですけど。いや、そうそう、とりあえず雇って1年だけ仕事してもらえばいいんじゃないかという、このもう慣例家にあるまじき考え。ちょっと悲観にはできないんですけれども、でも大市はあれじゃないですか、あの本領の方にあるから本領の城はあげられないじゃないですか多分。そうそう、本領の城は多分あげられないですからね。ありがとうよ。よし、戦働きは任せろ。ほな、1年間戦働きしてもろて。これが名門管理家畠山家の当主ですよ。室町仕草ですね。よく覚えておいてください。これが室町仕草です。
まあとはいえどっかに任命できるんかな。あーでも内政してくれてるから、ここの稚魚とか与えちゃっていいんじゃないですか。どうせ傭兵として使うんだったら出兵さすっていうどうですかねそれ。どうせ出奔してその制度開始につけてなくてもいなくなってくれるからこれはひどい考えですね。本当に我ながらひどい考え。本当にね、一石二鳥ですよね。制度改新しないと地位を変えられないからさ、その出奔する武士をあらかじめここに配置しておくことによって制度改新なしで地位を変えれるというこのね、コペルニクス的展開。まあ鮎川直光も一応配置しとくか。そう、下からつつくんだったらね。いやーどうしようかな、まあ、配置しとくか。正直ね、あんまりね適当に配置してると制度改新開いてないから変えられないんだよな簡単に。申し上げたく。腰病老が足りないんだな。あーすいません安田智宗が教えてくれてた。まあまあまあ、あ労力が一残ってる。大体開発してるのかな、開発途中なんだから。ありがたい。和解の兵糧庫いるか。あ、一掌握中だと無理なのか、変えられないのか。そこを行軍してる時しか効果がないんだよな兵糧庫って。微妙なんですよねこれ。ここって何が立つ、大一立ってるんだ。あの3歳1にっていけるの、あいけるのか。道4でそんなにバフつける必要ある。まあでも3の農村にバフをつける必要がそんなにないか。なんか我ながら信長の野望一度もプレイしたことないんですってわめきながらやってたあの時よりもだいぶなんかゲームへの解像度が上がったなって自分でもあの頃は本当何も分からずやってましたからね。なんかだいぶそのゲームの内容を理解してきた。あ、砦立ててくれてるのか。どこに河内いるか、そこの砦いらない気がするな。ここはなんか立ってる、あ大市が立ってるのか。ここも三三一でいいような気がするけどな。尾張しばけ今頃何してんでしょうね。尾張しばけどっかにいるんじゃないこの辺に。なんか犬山城攻められてますけど、犬山城誰が攻められてるのこれ。織田が攻められてる。あ織田同士の戦いになってる。あいたいたいた、芝居しぶれ城主になってる。ちゃんと清須にいますよ芝居しぶれ。
まあ、終わりの方も頑張っていただいてるというところで。さてさて、ああ労力足りないか。あれなんか君たちどこに対しても喧嘩を売るスタイルやめといた方がいいと思いますけど、ここで氏綱と手を切るのがやばすぎるでしょ。今まで散々てかお前が始めた物語だろの感じがすごいですけど、氏綱を擁立して頑張ろうって言ったのはお前じゃないのか。でも全方位に喧嘩を売ろうとしてるんだけど怖いな。ヤンキーにも程がある。あ、同盟切れてるからか。やば、めちゃくちゃ不信感に駆られてるんですけど。なるほどね。でも確か細川天球家ってあれじゃない？あれ？孤立してる。あれなんで？筒井家と同盟組んでたんじゃないのここ。あれ？あれ？マジで？なるほど。これなかなか面白いことになってきましたね。いやーどうなんだろう。なんで高松はこんなに嫌われてるんですか。そのまあ確かに後に敵対しちゃっちゃ敵対したんだけどさ、そう敵対しちゃっちゃ敵対したんだけどね。まあそりゃそうなんですけど、いやでも氏綱を攻めるのはね結構リスクがね高いと思うんですよね。逆に言うと氏綱が攻めてきたら、あの細川家および三好家が絶対氏綱を潰しに来るから、その心配は多分ないんだとは思ってるんですよ。小勢力がねうじょうじょいるところをねあんまり続くと自分が逆にやられる、あの木沢長政パターンになるんでそうあんまりよろしくない気はするんですよね。いやーちょっといろいろ不安要素があるな。あ、論功行賞全然見てなかったな。ありがたく存ずる。感情出せる人いる？あ、いるわ。内政出せるわ。あ、ありがたい。これはもう内政でいいでしょう。出すなお。これはありがたいです。あ、丹下森友が優秀な知恵者になっていく。あ、本当は内政を任せなかったんですけどね。まあまあいいか。ありがたき幸せ。そう、本願寺はね、意外とね、攻めても倒せないんですよ。そう。そろそろ家宝が欲しいんだけどな。そろそろ家宝が欲しいんですけれども、お金が圧倒的に足りませんわ。
そうなんだよね。北に伸びるとね、足利と細川と隣接するのもだいぶ厳しいからね。それはここはね。まあなんかいろいろ滅びてる。おや？申し上げますぞ。松永長より、松永長よりこんなところにいるのか。考えがあります。なかなかね。あ、波岡御所が滅んでる。波岡御所が、北畑が、由緒正しき波岡北畑氏が500ほど剣ずるなら官位を授けてもよい。来ました。おお、すごい。上門の大将上門の将のゴン官みたいなやつでもいいんじゃないですか。でも上門の助とか上門の神はどこが持ってたやつだっけ。上門の神って柴家だったっけ。柴家でしたっけ。あ、そうですよね。いや、そうそう、畑も吉成じゃなかったかなってふと思ったんですよ。そうか、上門の助か。それはそうか、そうか。いや、でもこれで逆にその尾州家と金吾家が合体したということが世の中に示せるんじゃないでしょうか。まあなんかその畠山家でプレイしてる信也坊の動画はまあ数あるかもしれませんが、ここまで畠山家のなんていうんですか、畠山家に対して熱量を持って語っているのはここぐらいじゃないかと自負はありますが普通の人はそんなことは考えないでしょうね。うん、武士道さんでしたっけ、能登畠山でやってたの。違う、内政やるの忘れてた。そう、和歌山の鳥でいるか説があるんだよな。そう、和歌山の鳥でいらないんじゃないか説があって、いや、でもこの状況だとよくわかんないな。いや、そうなんですよ、通常プレイでそこまで簡易にこだわらないからね普通。あ、そうか、これで、あ、ほんとだ、朝廷と交渉できるようになってる。16位の将バカにすんだよ畠山家をそう、16位の将から始められるわけがないでしょう、本当に。少なくとも5位以上ですよ、武家の官位は。6位から始まる武家官位なんて存在しないんですよ、この世に。
武家官位はそもそも朝廷の官位官職とは別口で名乗ってるんだから六位なんていうものは存在しないんですよ。なるほどね、こうやって交渉できるわけか。いや、公家と間違えられてますねこれ完全に。公家と間違えられてんだよな。そうか、16位の下だからこの上門の大将とかいうわけわからん、そのわけわからんところになってるわけか。15ヶ月、結構かかるね。いや、そういうことですよね。そう、そういうことですよね。上門の大将は16位の下相当っていう、そういう簡易相当制にね。従ってるんですよね。そうか、丹下守友はまだ、あ、てかあれか、朝廷から簡易もらった人しか交渉できないのか、これ。ただ、交渉に、まあいいか、千の総益がいるから、交渉は当主に任せればいいのか。そうそう、だから側近にね、やっぱ一人置いときたいんですよね、使える人をね。そう、じゃないと交渉に出しちゃうと、その内政の建設とかができなくなっちゃうから、それが難しいんですよね。まあ、とはいえ、朝廷と交渉する前にやることがあるだろうって感じはするんですけど。そう、このとんでもない外交状況をなんとかしたいっていうのがまずあるんですよね。貢ぎ物を書いて、あ、もうほぼお金ゼロになっちゃうけど、買えるのを買えるな。蔵切り影秀で、そう、土建屋の近所がいるんだよ、うちは。ああ、兵糧がだいぶ回復しつつあるが、まあ最下とちょチクチク攻めていけたらいいんですが。てか足利家と交渉できるんかな、そもそも。不審なんだけど、幕府との交渉厳しいでしょうねこれ。あ、逆に雑賀衆とは関係悪くないのか、あんなに攻めたのに。あ、雑賀衆本願寺と同盟結んでんのか。あー、なんかその辺はシーズ通りっちゃシーズ通りなのか。あー、だから逆に雑賀衆を味方に取り込んで筒井を攻めるという手もありちゃありかな。でも筒井家を攻めようと思うと細川天球家を踏み潰していかないといけないのが厳しいよね。俺がね、道が開いてないんですよここに。でもあれか、鈴木家と同盟すればここ通れるんか。ここ通って攻めていける。遠回りだな、その間に上から攻められそうですしね。難しいな、難しくなってきましたね。そうですよね、そう、雑賀の領土を回ってから行けば筒井家を攻めれるんですよ。ちょっとそのルートで考えるか。で、そのために取引で家宝を買おう。金はあるだけ使え。明日のことは考えるの。話を聞くとしようか。これどんくらい上がるのか試してみたいんですよね、そもそも。すごい、110も上がる、すごい。
いや多分通るだけでもダメだと思います。確かてか制圧扱いになると思う。同盟じゃないと。すごいな、22ヶ月も協調になるんだ。結構使えるなこれ。その作戦でいくか。そうだよ、だって史実の畠山種永も南近畿の自社勢力を全部味方につけて上洛したんだから、その作戦でいこう。やってみよう。ござる。よし、そうと決まれば。お援軍だと7ヶ月までに減った。協調で援軍を出してもらえばいいのかな。まあいいか、同盟を狙ってればそのうち援軍も満たされるからそれでいいんだ。そう、鷹取が取れればね。そうそうそう、筒井攻略のまさに共闘法になるんですけど。耳を拝借。やばいやばい足利家に調略かけようとしてる。怖い怖い怖い。一気発生。うわー恐ろしいね。あでも西岡ではないのか、この地域は。西岡一気だとえげつないなと思ったけど。浄化施設建てましょう。あお金が足りません。兵糧を売りましょう。いやーでも西岡はあれじゃない、昇竜寺城の範囲じゃないんじゃないか。あ昇竜寺城の範囲か。あ、この辺だな。あ、本当だわ。モズメはこっちに入るのか。昇竜寺城の配下に入るのか、モズメって。じゃあ、完全に西岡一揆ですね。難しい難読名字がたくさんあるでおなじみの西岡一揆。何しようとしてたか、完全に忘れた。あ、浄化施設だ。浄化施設を建てようと思ったんだ。まだギリ足りない。うん、米問屋欲しいな。商業上げてもいいんだけどね。てかお金の方が足りないから普通に商人町垂れたいな。あズームが荒れ狂う。されましたぞ。あ、言ってる間にもう11時半か。いやなんだかんだ楽しいなやっぱ。いやそうなんか僕がだいぶゲームのこう内情を分かってきたから楽しくできるようになってきましたね。最初のうちはなんか何も分からないから何もできない感じでしたけど。山の内上杉家が北条家により滅亡。あらあら、東でも寒冷家が。ああ攻められている織田城が。かつてはね、日立織田城を拠点に南朝方と盛んに戦いを行われたわけですが、南北朝の話をしてる。音楽投与で金使っちゃうんだよな。音楽投与来たら無条件でボタン押しちゃうから金すぐ使っちゃう。よくない癖。来ましたね。
来たよ来た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 、三好が来ちゃったよ。そう、音楽ガチャにすぐね。ああ、おいおいおい、なんだよ、ポーズだけか大したことないな。そう、三好が来ても結局ね、迎撃でなんとかなるんですよ。そう、あの細かい軍隊を いっぱい派遣させて格好撃破したら意外と三好倒せるんですよ多分。なぜならうちには混乱持ちの高山博頼がいますからね。彼が優秀すぎるんですよ。ちょっと三好ビビってんじゃないですか、寒冷家の意向を前に。おい、先にお供衆に任じられてからの方がいいんじゃないか機内の価格はそんな甘くないぞ変なオラつき方をすなって話ですね。史実マウント史実マウントって聞いたことないマウントだよ。米問屋建てる金がねえ、本当に。あ、価格は下がっちゃった。共作で800って結構いいレートだったんですね、やっぱ。史実マウントって意味がわからないマウント違う、商人町を建てる、あ、米問屋が欲しい、米問屋が欲しいの、その心は一体。兵糧の上限を上げる。え、米問屋建てて腰兵糧って別に伸びないのか。え、まあいいのか、兵力を上げるためにってこと。まあいいか、いや、どっちでもいいんですけどね。あ、兵糧ってこと。任されましたぞ。まあ要は兵数確保ってことですよね多分。あ、連戦、あ、そうかそうかそうか、そうだそうだ、腰兵糧が尽きてもいけるのか、尽きても連戦できるようになるってことか。あ、またなんか、うわ、なんか破壊されてるんですけど、厳しいそう、そういうのが来るのがうっとうしいな。うわ、兵森永これをまず平と読まないというところがね。そう、兵森永って誰ですかちなみに兵森友はこちらにいるんですけれども、兵森永って誰ですかね、誰なんだろう。見れるわ、平森永って書いてあるけど、兵森永じゃないのこの人は。畠山家臣ですよね。あ、違うわ、この人あれか、ヤマトの一騎の方の人か。ヤマトの一騎の方の人だ、この人。え、でも結局それも兵左衛門の城じゃなかったの、あれも。確か兵左衛門の城のあれじゃなかったのかな。そうそう、確かにね、いるんですよ。兵三郎左衛門の城っていうのがいて、多分それだと思うんですけどね。鎌倉時代に活躍した兵一揆の首領の末裔という、ほんまかいという。そう、これは確か、誰だっけ、どの先生だったかな。そう、どなたかの先生が
畠山家家臣の兵森友とかは平ではなく兵って名乗ってたっていうのが確かもう証明をされていて、平ではないはず。あ、うまくいくんだこれ。金めっちゃ使うな。いいか。お任せください。そうですね、平三郎と左衛門尉ですね、多分ね。あ、岡利勝。貴殿を主と仰ぎましょう。岡って、ああ、そっかそっか。浮田家の家臣か。三好がいつ攻めてくるのかが気になるな、これ。まあ、迎撃すりゃいいんじゃないのって思ってんすけどね。そう、なんかいまいちね、連兵上のメリットがあんまり分かってないんですよね。そう、まあ考え推論を足しとけばなんかいいんじゃないのかみたいななんかそういう思想に陥ってるんですけど、そういうわけでもないのかな。そう、連兵上を立てるメリットあんまりね。単純に国高で上げる限界があるのかな。純粋に兵力が増えるだけですよね。そう、それだったらなんか国高も一緒に増える考えするのがいいんじゃないのかっていう考えが僕はあるんですけど、そういうわけでもないのかな。任されましたぞ。あ、飽きないでってると連兵はいらないですねっていう。素晴らしい。お、兵森永への流言は成功しました。いいですね。申し上げたく。あ、少し難しいお役目だって。てかお金が足りないわ。お、素晴らしい調略を看破してますよ。素晴らしいじゃないですか。いかがですかな。てかなんでこんなにさ、三好と敵対仕掛けてるのにまだ石山ごぼうを焼き打ちしようとしてるのかが謎なんだよな。早速始めます。ちょっとやってみるか。無理かもしれないけどね。来た来た来た、三好がよ、来ましたよ。この時を待っていました。ボコボコにしてやろう。いや、ちょっと援軍が間に合ってんのかな。ちょっと交渉の状況全く見てなかったけど、大丈夫かな、大丈夫かな。お、ギリギリ42溜まってるギリギリ42溜まってるじゃん。要件を申されよ。あー、でもあれか、そもそも組まないともらえないんだった。忘れてたわその仕様。まあいいや。策の仕掛けどころぞ。敵を打ち払います。
すごい高山ひろゆりが強いんですよね。高山ひろゆりがマジで強いんだよな。一部隊で5000持ってんの。謀反起こせそう。木沢急進で謀反起こせそう。安見宗久と組んだらやばいことになるね。そうか、同盟組めばそうだ、防衛できるんだった。そうですね。ちょっとこの2人を組ませるか。で、そう、3部隊組みたいですよね、できたらね。そう、混乱持ちの畠山政邦と、こう、高山博之を分けて出したいというのがあって、どうしよっかな、あんま投手のあれが減ってもあれだし。でも、これでも出陣兵力8000とかいるからね、十分優秀なんじゃないか。これで一部隊出してみるか。ちょっと待って、特性を見とく。まあ、あんまり、あ、傭兵持ってるのか。強撃、強撃にバフつくね。素晴らしい。てかもう、投手がガンガン前に出ましょう。投手がガンガン強撃をかけに行きましょう。いや、うっかり打ち死にがね、まあ、ないとは言えないんだよな、このゲーム。でも結局かく乱と混乱だったら混乱の方がやっぱ強いんかな。かく乱って効果何でしたっけ。かく乱の効果は、ああ、敵部隊の体力低下か。そう、でもね、かく乱もね、クールタイム長いんですよね、確かね。混乱以上に長かったんじゃなかったかな。まあ、ほぼ一緒か。どっちも長いんだよ、クールタイムかな。だからまあ、そう考えたらもう混乱で潔く出していく方がいいのかなという気がするね。ただこれほど育った三好と戦うのは私も初めてなんで、今回負けて終わる可能性がめっちゃある。敵を退けます。遅れるでないぞ。さあ、うまくいくんかな、不安しかないね。戦となるぞ、布陣を始めよ。さて、次なる手はいかに。さて、さてさて、まあこれは勝てそうだな。まあ敵部隊待ってる暇ないよね。やろうやろう。第1回にしてすごい畠山隆政と三好長慶の戦い。いやー、これは激アツ展開ですね。兵数ごっついな。まあまあ勝てるでしょう、こっちの兵数。松浦守る、てか松、あ、そうか、松浦守るまだ生きてる時代か。そうかそうか。うわー、頑張るね。高山博より5000、まあいいか、とりあえず始めよう。始めてから動かそう。策を浪するまでもなく立ってみせましょう。どうかご命令を。そう、松浦守るがモブ扱いなのがマジでね、かわいそうすぎるんだよな。ご命令を。下にいっとこう。
ょっとどういう動きするかが読めないな、敵が。長吉軍がちょっと動くとは思ってなかったな。動くんだ、そこ。ああ、そっち行くのね。はいはいはい。でも長吉軍これより前に出てこないんじゃないかな。軒口を攻められると鬱陶しいんだけど。まあ来ないよね、これ多分ね。そこまでバカな AI ではないと思うんだが。これはもうここで攻撃をかけていっていいんじゃないか。踏んでもって、こいつ攻めに来るから、強撃呼ぶ強撃になるんじゃないか。一番槍は畠山正邦です。投手をすっ飛ばされてもなおけなげに戦い続けている。えらいもんですわ。長吉がよくわからない動きしてるね、これ。何なんだろうね。オッケーオッケー、いいねいいね、素晴らしい。まあ、あとはほっといても消耗されるだけなんで。いや、長吉の動きが怖いな、なんか。どうしようとしてるの、こいつ。ずっとよくわからない動きをしています。春元と戦う前の三好長吉みたい。まあ、あの時の三好長吉の動きが悪かったのは、まあ、ワンチャン、芥川氏を調略できてなかったからという説が最近出てきたようで。私もその論文を知らなかったんですよ、あの時はね。お指図を頂戴したか。まあでも芥川氏の調略も12月入ってからだから、5月でうろちょろしてたのはやっぱり春元を打つのにためらいがあったからではという説がやっぱ濃厚なんですよね。はい、あ、こっちの方が良かったか。動くべき時は今ぞ。長吉隊はどこに行くつもりなんだろうな。今の者、退路を塞ぐぞ。次なる手はいかに。こう進めるぞ。まあ軒口を防御しに行くんでしょうね、それは。ああ、それは来るよね、それはね。はい、敵を攻めます。フォロワーよ、戦略というものを見せてくれ。はい、最強。はい、最強。次なる手はいかに。まあいいか、一旦高政軍を前にやっといて、攻撃しといて攻撃を上げときましょう。お指図を、皆の者進むぞ。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。ゲージまだ溜まってないのか。策の仕掛けどころぞ。はい、よくわからん。ゲージの溜まり具合が。なんか、次なる手はいかに。むちゃってなってるな。これたまになんか行き先がよくわかんなくなるときは大丈夫かな。攻撃にはなってんのか、一応これ。もう今で引かないとダメなのかな。なんか動きがすごく鈍いんですけど、大丈夫かな、これ。あ、攻撃低下、違うわ、移動低下かなんかつけられてたんだっけ。デバフつけられてたのか。なんかピコピコしてたけど大丈夫かな。あ、軒口先に破壊しちゃったわ。これ敵壊滅させて討ち死に狙いした方がいいとかあるんですかね。まあそうそう起きないか、討ち死には。確かに何回もやってたけど、討ち死には本当に一回出会ったか出会わなかったかだから、さすがにあれかな。すごい。
自分は差し置いて息子が当主になったというのに一番槍を取って息子よりも活躍するお父さん内藤国貞みたいだ。まあ内藤国貞の場合は息子と一緒に討ち死にしちゃったんだけど、これで長吉隊は潰しましたと。まだ来るんかな。来てるな。これって一回下げた方がいいのかな。どうなんだろう。なんかあんまよくわかんないんだよね、この時の迎撃の時の対応方法。制圧させに行った方がいいのかな。策の仕掛けどころぞ。あ、岸和田攻める。あ、そういうこと。攻めよっか。城を奪えば有利になろう。あ、騎乗すると兵力落ちるのか。受け目のないじゃねえよ。てめえが攻めてきたんだろもうさすがは三好家。もう三好家はね、もうこういうたまに非常にずずしいことを言うんですよね。どうかご命令を。もうそうやって柳本仁次郎とかを殺してきたんだろう、お前ら一族は。はい、合戦。うわ、なんか嫌な矢印が見えたけど、あれ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 、細川晴元、細川氏綱、ドリームマッチが、あ、噂をすれば内藤国貞が動き始めましたね。機内情勢が動き始めましたよ。あ、吉春家督譲ってた。あ、そんな時期か、そんな時期かも。あ、てかあれじゃん、二条五所取られてるわ。ちょっと京都情勢が不穏なことになっています。あ、そっかそっか、だからついに細川氏綱の乱が起きたということか。本当だわ、すごいことになってる。おいおい、氏綱の乱が起こっちゃってるし、城主に高山と思ってるとかよくわからん人が まあまあありがちですね。そう、この時代の京都制圧は身分の低い武士がやってきて制圧したりするからありがちですけど、高山の将の人ですかね、高山と思ってるって。機内情勢が混乱に満ちております。そして丹波八木城、内藤国貞は春元に味方をしておりますが、おお、なるほどね。氏綱とは組まんと。なるほど。鳩野はまだ動かす。うわ、摂津の赤松の一族有馬氏が動いておりますよ。そんなことはいいからとっとと合戦しろってことか。次なる手はいかに。これも勝てますね。うわあ、松永長頼だ。あ、本当だ。ありがとうございます。もう国衆をいつも忘れそうになる。ここの国衆ってひょっとして野尻しか。違うか。はい。援軍に応えましょう。必ず制します。まあ、とりあえず一旦松永長頼は合戦して倒せばいいか。うわあ、松永久秀はどうして三好長慶の近くにいなきゃ。あなたはなんで四国に落ちてるんですか。あ、いろいろ来てるね。あ、そごうに、国衆に、あ、香西元成だ。香西元成が三好家にいるのが本当に意味が分かりません
もう信長の野望の畿内情勢の中で私が一番よくわからないと思っているのが、香西元就が三好氏陣にいるということですよ。いやあなたは生粋の春元の配下にいないといけないんじゃないですか、香西元就は。あ、出た出た、実急。あれ、細川宇治行きはどこにいるの？宇治行きはいないのか。宇治行きはどこで何してんの？宇治行きどっかにいるのかな。いや確かに讃岐の功罪だと思われてそうですよね。その説はあるな。とっとと合戦しろよな。ほなら丹波を制圧する夢を諦めてもらおうとしましょうか、松永長栗には。お前に内藤家を継ぐ資格はない。テクニカルタームが飛び交いすぎなんですよねこれ、本当に。マジで大丈夫なのかな。初見とかで見に来た人本当に何喋ってるかよくわかんないよねこれ。本当に申し訳ないなと思うわ。それだけはちょっとできるだけね、兵力を失わずに戦っておきたいんですよね。運が全てではないことを見せて差し上げ、まあ初動はそれでいいか。あんまり前に出すぎたくないんだよな。お指図を頂戴したく。いやここでね、軒口を狙いに行って敵を下がらせるということも、まあそもそも来ないか、来ない来ない。なんで来るんでしょうね。またさっきの仲良しみたいな動きするんかな。あ、しないな。ちょっと下げとくか一応。いやここ戦いに行くのかやっぱ。あ、間違えました、間違えました、間違えました。本当にとっとと言うことを聞いてくれ。もう一回間違ったら終わりなのやめてほしいなこれ。まあいっか。あ、帰った帰った。オッケーオッケー。お指図、動くべき時は今ぞ。よし、これでまあ抜け口を策の仕掛けど制圧しに行くので、なんでなんでなんで帰ってきたの、なんで帰ってくるの、なんでなんでなんで、何しに来たんや、何しに来たんですか。びっくりしたわ今、絶対軒口守りに行くと思ったらなんか突撃してきたんですけど、そんなことあるの。あ、バックしたバックした。な、何何何、何の動きをしてるんだこの人は。どうしたんですか内藤総将、何してるんだ。ああ行ったね。敵を攻めます。あ、いつの間にか引き越えてたわ。お菊池攻め続けても、まあいいか。攻め続けよう。どうせすぐ混乱使えるし。まあ混乱がつけば。オッケー。我こそはと思う者は続け。あ、しまったな。高松に命令を出すの忘れてた。攻撃をかけたい。いやこっちは混乱かかってるのか。かかりました。敵も混乱持ちだったのか。にて崩れるがいい。ちょっとこれはしくりましたね。お指し図、いざ。わあ強いな。あ、やっとやっとこっちの混乱かかったか。オッケー。ここはここまで来れば安心なんですよ。ここまで来ればね、もうあとは減るばかりだから。いやーちょっと痛手を食らったなこれは。まあもう終わりますね。オッケー。
いや、今日は久々に長くやってたな。そう、結構削られちゃったね。いや、まさか松永長頼が混乱持ちだとは。準備を万端整えよ。ちょっとグリゼネがす、いや、あんなことなかったわ。かっこ撃破ですね、これ。三好オールスターズがどんどんやってきてはかっこ撃破されていく図なんですけど。いや、松永長より優秀ですよね。あ、久秀ってなんか専用の特性あるんでしたっけ。そうだ、平雲だ。これ沸騰しやつあるわ。これ発動させたくねー。マジで発動させたくない。あ、でも今回はそうだ、国衆も一緒にいるんだ。国衆こき使おう。最悪。ほんと最悪。我が策に味方を勝ちへと導かん。出なよ、喧嘩早いな今回。そんなに前へ出なくていいって。どうせ多分そんな深追いしてこないでしょう。うわ、接敵するんだ。引いて引いて。これすぐ引かないの何なの。引かないんだよな、全然。それだけが本当に納得がいかない。敵を締めます。策の仕掛け。てかそう、めちゃくちゃ深追いするじゃん。そんな深追いする？ご命令を。お指図を頂戴した。いやー、だるいだるいだるい。めちゃくちゃ喧嘩売られてるんですけど。こんな絡んでくる。めちゃくちゃ喧嘩売ってくるじゃん。はい、敵対路を閉ざしてくれる。あ、そういうことか。なんか戦闘状態になったら無理なのか。そういうことね。混乱たまるまでになんとかなるかな、これ。これ何の状態なの、このピコ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 なんて。接敵したりしながら、どうした。挙動不審なんですけど。できたら引かせたいな、これ。しんどそう。OKOK。休憩しよう。策の仕掛けどころ。次なる手はいかに。お指図。このこすい戦法、誰が面白いんですかこれ。続いては引いて、続いては引いて、まあ正攻法なのかもしんないけど、これ面白みがないですねこれ。まあ史実での松永久秀の話をすれば、この時の松永久秀の動きはあまりよく分かっていませんというのが正直なところでね。特に江口合戦の時の松永久秀って実は動向があんまり分からないんですよ。何してるか分かんないんですよ。そう、三好勢が一気加勢にね、攻めかかるぜっていう、あの江口合戦の前後において、あんまり江口合戦後になると確か出てくるんだったかな。なんか江口合戦前か、なんか一時期動向がよくわからないタイミングが確かあるんですよね。はい、はい、強撃で。
いや、これはもう一方的ないじめですよ。かわいそうに。はい。敵の軒口を塞ぐ。もう平雲をリサイクルショップで売るレベルの。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。これはもうかわいそうです。こんな一方的な こんな一方的な松永久秀、市議三条にこもった時の松永久秀ぐらい、もう四方八方からですよ。いやー、これを眺める時間という、壊滅したかな、あ、撤退しました。あ、めっちゃ赤ゲージになってる。大丈夫か。真実の松永次第では三好の中心ですけど、この中では動き怪しいですからね。うんうん、まあまあまあ、全然兵力減ってないから良かったんじゃないですか。これは高山宏よりが優秀すぎるな。やっぱ混乱持ちがいるだけでこんなに楽になるのっていうぐらい戦いがスムーズに進む。兵糧が若干足りないんだよな。もう北の方がやばいことになってんな。貴殿にお使いします。兵森永がやってきましたよ。兵三郎左衛門の城がやってきましたよ。これで森友の跡継ぎが出てきましたよ。森友が兵の姓を捨てて丹下に姓を変えましたからね。そして、森永がその亡くなった兵森友の後ろをね継ぐという、いや素晴らしい、これは素晴らしいよ。そう、でもこれ岸和田城落とせないよね絶対ね。落とせないよね多分ね。これ一旦引いた方がいいのかな。次なる手はいかに。あー、まあ無理ですって言われてんな。帰るか。帰ろう。帰ればまた来られるからな。さすがにこれで軍制圧するだけだよね。攻めてこないよね、この兵力で。一応貯めてるけど、せめて来よったな。次なる手はいかに。これは愉快になってきましたよ。これは愉快なことになってきたな。停戦交渉できるんだけど。何もできないけどね。そうか、ここで腰兵糧の代わりに、そうだ、城から出した兵糧が使えるのか。なるほどね。それで米問屋を作れと。なるほど。あ、やばい、土橋。もう完全に忘れてた。ちょっとそれどころじゃないって、わかるでしょ。もう三好に全軍で攻められてる時に、もう城主にしろなんて言うんじゃないよ。今それどころじゃないんだ。それどころじゃないけど内政できるよね。
内省させとこう。任されましたぞ。踏んで、あ、そうだ、鈴木の援軍はどうなったんだ。話を聞くと、あー、そうか、まだ同盟してないからギリ足りないあと6あと6です。あと6足りません。これは愉快なことになってきたら、戦えるんかこれ。戦が始まる、備えよ。うわ、これ無理かもしれないな。部隊4はきついな。兵力ほぼ同じで部隊4対5は無理だな。勝てないぞ多分。もう1部隊いればな。5-5 だったらワンチャンあったけどな。とはいえ、とはいえもう他に策はないな。よし、戦おう。策の仕掛けどころぞ。まあちょうどいいでしょう。これで泣いても笑ってもこれで今日は終わりです。ちょうどいいわ。うわー、ちょっと複雑になってからの対戦マップあんまり見れてないんだよな。なるほど。あ、まだいるのかこっちの国衆が。ただうわ、香西元就、香西元就。まあここは敵に取られるとして、ここはうちが取れるからまあ互角なんですが、いやー難しいな、この混乱を。そうですよね、そう、国衆を早々にひねり潰したいんですよ。ただバランスよくこの後が配置されたの鬱陶しいなこれ。どうすっかな。そう、強撃狙ってうまくいきたいんですが、まあ一旦始めるかとりあえず。武が全てではないことを見せて差し上げよう。ここ取りに行く必要あるのか。多分絶対取れないもんなここ。ここはもう軒口まで引き込んで叩いた方が多分右翼はそれでいいんじゃないのかな、はい、左翼の方はどうしようかなって感じかな。右上は多分諦めるべきだよね。皆の者進むぞ。どうかごめん。実球体がどう動くか非常に気になるので、ああまっすぐ行くのか。要所を取りに行く。そうですよね、そう、ここをね挟んで潰せたらでかいですよね。あ、策の仕掛けどころぞ。こう進めるぞ。お命令を。ハサミに行っていいかこれ。いやー後ろが出てきそう実球体が出てきそうですね。これめちゃくちゃ出てきそうだな。やべえ、無言になってしまうなこれ。めちゃくちゃ考えてしまうな。この間を抜けてくの危ない気もするよな。待った方がいいよな。我が先方の前には物の数ではないわ。どうすっか。そうっすよね、絶対来るんだよな。あ、てかもうこっちは攻めてこようとしてるな。
なるほど。ここの2つをどうにかして潰せないかな。あ、なんかそっちに行ったな。これの動きがすげえ気になる。形勢は敵にある。右に行こうとしてるな。お命令を。だからお指図を前に出そう。で力の差はありません。これはこっちに来るよな。お命令を。時間かかるか、迂回。いや、でも行くしかないな。うわ、間に合うかこれ。微妙に間に合わないかもしれないな。お指し図引かせ。地球体うっとうしいなこれ。ここで強撃挟まれたら無理だな。お指し図を。まあ混乱を付与すればいけるか。ここ両方とも混乱がついてるから右が危うい。まあ右が非常に危ういな。動くべき時は今ぞ。次なる手はいかに。稼げるだけ時間稼ぐか。ここ守られる。そうしよう。いやー怖えなこれマジで。あーてか間に合わないかこれ。もう接敵してるから、はい、引けないのか。皆の者進むぞ。いやー厳しい戦いですね。あ逃げれてるかなんとか。あそっちに行くのか。いやーこれめんどくせえ。軒口攻めに来られるとだるいな。いやーこれだいぶ動きが悪いぞ。ここからなんとかなるんかこれ。なんとかならん気がしてきたな。二人とも追いかける。そうか、はい、こっちをもう引かせるか。そうか、そうするしかないか。動くべき時は今ぞ。こっちに引かせる。これお命令を。背中から撃って意味あるんかこれ。格好撃破できるんか。あーそういうこと。こっちに引かせるってこと。あーどっちがいいんだろう。あいやむずいなこれ。こっちに引いて間に合うんかこれ。
なんか間に合わん気がするんやかな。背中を追っかけて左右から挟むか。止められるかな。ああ、そういう動きになるんか。お指図を頂戴したく。お指図を。軒口を固めなくてはな。引かせる？引かせるか。お指図を頂戴したく。いや、右が無理だな。右が無理すぎるな。右が無理すぎるな。右が無理だな。左はまあなんとかなるけど。右が無理だな。投手に与えてもろて。ここは与えてもらう。我が戦法を見るがよい。まあ撤退させればなんとかなる作戦。なんとかなるんかなこれ。なんとかなるんかな。撤退しおるんやな、こっちもこっちで。そんなことが。いや、なんとかならなさそうだな、これ。いけるか、こっから。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。厳しい戦いだね。敵ながら見事。一応壊滅はさせたが、壊滅はさせたが、ここが今度挟まれるんだよな。まあここは交代しつつ頑張るか。いやこれほんと互角の戦いしてるな。すっげえ互角の戦いしてるわ。力の差はありません。いや難しいねこれ。お指し図。2586。あー、ちょっと待って。あー、こっから軒打ち攻撃しに行ったら引く可能性あるってこと？あー、そういうことか。そうですよね。いや、そうそう、それを僕も思ったんですよ。そう。600は無理だから、軒口に生かして、いや、どうなんだろう。そう、いや、政国をそう、軒口に走らせるっても、そう、こっちはもうちょっと耐えれてんのか、これ。なんか耐えれそうな雰囲気もあるから、その隙に軒口に生かせるという手が、あるかも。敵対路を閉ざしてくれる。逃げれないかこれ。そもそもこっち向きって。お指図を頂戴したく。いけるんかな。てか右から来てるから左へは引けないのかこれ。あ、逃げれる、はい、普通にいける。
あ、いけたわ。いけたいけた。そうそう、そうしましょう。どうかご命令を。敵の退路へ向かうぞ。あ、休んでるわ。ここが使いどころ。我が戦法を見るがよい。すごい、敵の AI 賢いな。ちゃんと休みながら戦ってるじゃん。賢い。いやーきついな、兵力の減少がえぐいわ。耐えきれんかもしれん。いやーそら攻めきるよな、多分この兵数だったら。あ、でも撤退した。なんとかなってるか、これ。ここが無理すぎるな。間に合うか、混乱が。なんでこんなギリギリ戦いしないといけないの。えぐいえぐい。これどうなるんや、マジで。よしよしよし、いいよいいよ。待てない待てないです。これでも厳しそうやな。こっちが特に厳しそうやな。耐えきれないねこれ。いやーしんどいねこっちが。山作に右に行かした方が良かったか。やっぱここが撤退するな先に。これ引いて兵休めれないのかな。あえて軒打ちを攻撃させて休めたりできないのかな。できないよね。逃れられないもんなここは。今我が戦法を見せてやろうぞ。ここが使いどころよ。いやー厳しい、マジで兵力低下が厳しいな本当に。ただ軒打ちはもう破壊できそうなんだが、破壊したな。士気が上がりましたが、これで混乱が付与されるのか。そういうことね。これワンチャン逆転ある？てかあれか、もう一個行けばいいのか。どうかご命令を。もう一個行くしかないな。もう一個狙おう。ほんとこの兵力低下がマジできつい。頑張ってるけどきついな。お、引き始めた。ひょっとして。お指図を頂戴したく。なんか引き始めたな。我が戦法、今こそ受けるがいい。お指図を頂戴し。うわ、これ引った方がいいんか。急げ。あ、でもあれか、混乱を発動させたい。混乱を発動させたいです。いやー、これそっちに行くんか。あ、そういうことか。そうだもんな、軒口でいる必要はないもんな。そうだわ。あー足止め食らってるわ。あーしまったな。お指図を頂戴したく。ルートが悪かった。
1259。これを上にやるか下にやるか。いやーこれもう上は間に合わんだろう。上は間に合わんから、遅い。間に合わんかこれ。微妙に間に合わんか。ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよい。この戦法にて素晴らしい勝敗を決めてやりましょう。なんだこのギリギリの戦い。いや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 、間に合ってくれ、間に合ってくれ、ここ間に合わせるしかないっしょ。間に合う間に合う間に合う、頑張れば間に合う、頑張れば間に合う、頑張れ頑張れ頑張れ、いけいけいけ、頑張って間に合う、間に合う間に合う間に合う、いけるいけるいける、まだいけるまだいける、素晴らしい素晴らしい、よくやったよくやった。いやこれ潰せんか、なんとか実況隊は潰せるんじゃないか、これでなんとか一回抜き口は引かせるか。これ兵力回復したいよな。あでも相手も回復すんのかこれ。いやとりあえずここを潰せばなんとかなるのでは。ここは潰せるんじゃないですか。ここはいったいったいった。よし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 。あ待て待て待て、逃げるな逃げるな。さて、これはいいんじゃないか。我が策の前に敵はついえ。あれ実況は打ち漏らしましたが、これもう赤旗全部取ったらさ、敵の士気下がって勝てるんじゃない。嘘、まさかの逆転勝利ある。てかもうあとはそもそもこの2人の混乱をつけ続けてここを攻撃したら最悪勝てるし、防ぎ切った。ひょっとしてやりました、ひょっとして。あ体力回復させてからのが、あすいませんでした。あでも休憩してます今。休憩させずに行こうとしたわ今。過労死寸前なんですけどみんな。いや戦はまだ終わってないんですけど、これもう勝ちでは。いやもう勝ち確 BGM 流れてるし、おめでよ。次なる手はいかに。いやさて我が策にて仕上げと参りました。信長の野望おもろ。油断せずに行きましょう。いやまさか勝てるとは思わんかったわ。いや途中まで絶対無理だと思った。勝ちました。すげえ、マジか、勝ったわ。
絶対負けたと思った。ありがとうございました。気持ちよく寝れます今日は。いやもうほぼ負けてるけどねこの兵力差。いやーすげえな、絶対負けたと思ったわ。確かに畠山高政だから実況には勝てる、久米田の戦いですよこれが。いやー久米田だっけ、ちょっと今とっさに出したから合ってるか分かんないけど、威風来ましたよ。そしてまあちょっと勝だけど勝ち切ったぜ。素晴らしい。素晴らしい。いやーなんとかなんとかですね。おや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 、さっきまで敵対してたのに。いやーちょっと手に汗握りましたねこれは。いやー楽しかった。いや久々に信屋坊でこんなに楽しい戦をやったわ。これギリッギリのやつ。おいおいおい、将軍家がうろちょろしてるぜこれ。いやーごめんなさいね、ちょっとレギュレーションの関係でスパチャ送れないんですけれども。いやはやって感じですね。次なる手はいかに。お疲れ様でした。城に戻ります。ゆっくり後ろに帰ってください。はい、城へ戻ります。そうこの後が大事ですね。そう兵力回復したら岸和田城狙いたいよね、この状況を利用してね。てかね、鈴木家から援軍が次回多分出せるから、それで岸和田城攻めたらワンチャン潰せる説があるんですよ。ほら贈り物に感謝してるし。もう最下衆がずっとなんかもう可愛いことを言ってる。最下衆がずっと可愛いことを言ってる回でしたね。贈り物に感謝しているらしいです。意外と話できる人たちでしたね。ということで長い時間お付き合いいただきありがとうございました。今日えらく長くなっちゃいましたけれども、土橋の約束のことはもう忘れてます。ちょっと左にずっと出てるので気になってはいたんですけど、ということで今日はちょっと生放送のね準備が間に合わないということで急遽やっと信屋坊実況ではありましたけれども、いやめちゃくちゃ白熱しましたね。ちょっとまだ江口合戦にすら至ってないんですけれども、三好とすでにぶつかってしまいましてですね、まあ強行寺合戦に近いようなことが起こったわけではありますが、いやなんとか三好にギリギリ勝ちまして、というかあのリスナーさんの助言がたくさんあったおかげで、いやちょっと私一人の力では無理でしたんで、宇宙のお力をたくさんいただきまして勝つことができました。ありがとうございました。これで三好亡き後のまだ亡き後にはなってないけど、機内は畠山が握るというところでね、はいね、
次回果たして畠山家が三好を機内から駆逐することができるのかお楽しみください。ご期待くださいかな。はい、というわけで、お疲れ様の神でした。来週はちゃんとした放送を多分やる予定、頑張ってということで、お疲れ様でした。おやすみなさい。あ、このままぬるっと終わります。